はい、皆さんこんにちは。アラフォーサラリーマンアラフマンです。今日はちょっと画角が違いますけども、バランスボールですね。もう見てわかる通り、これとこれはバランスボールになります。で、ちょっとこれのお話をしていきたいと思います。よくですね、バランスボール運動だけじゃなくて、椅子として、健康のために椅子として使ってる人も結構多いと思うんですけども、私もそれいいなと思って導入したいと思いました。本当は会社の椅子として使いたいんですけどね、今のオフィスはそんな場所でもないので難しいために、まずは家で導入してみようと思って、こちら、ニトリのバランスボールになるんですけど、サイズこれ65センチ、直径65センチですね、になります。で、ホームページ見ると適正身長165から185ということで、まあ問題ないかなと思って買ってみたんですけど、椅子として使うにはちょっとやっぱ小さすぎてですね。で、これ、もうちょっとこう大きい方がいいかなと思って、最近 Amazon のブランド品としてこちらを購入、右のやつですね。これを購入しました。で、これ75センチ、直径が75センチのサイズになるんですけれども、まあいろいろと評価を見てみて、1000円台のものもあったんですが、1000円台のもの結構生地が薄いみたいで、なんか良くないみたいなこと書いてあったので、まあ、なるべく白に近いものが良かったんですけど、まあ、その中で評価の高いものでいいやつを買ってみました。で、値段としてはニトリのやつがこれ1000円ぐらいですね。で、こっちアマゾンのブランドの品のやつで、これ3500円ぐらいだったと思います。まあですね、これ真ん中に椅子を置いてるのも理由があって、この椅子の高さ45センチなんですけれども、ニトリのこの65センチのバランスボール、実質空気入れても直径50センチぐらいなんですね。多分もっとパンパンに入れれば65になるのかもしれないんですけど、意外と本当パンパンに入れないといけないっぽいので、だいぶ弾力がある状態の硬さだと50センチぐらいになってしまってます。で、これ見てお分かりの通り、この座席の高さ45なんですけど、これ直径50のこのバランスボール座ると10センチぐらいへこんじゃうので、座面の高さって40ぐらいになっちゃうんですよ。なので椅子として使うにはやっぱちょっと低すぎるなっていう感じになっちゃって、で、こっちの75のタイプだと今結構空気入れてるんですけど、それでも直径が60センチここからここまでですね、60センチぐらいで、で、座ると50センチぐらいになります。なので、まあ、ちょうどいい感じですね。座った状態でこうポヨンポヨンってしながらパソコン打ったりとか、で、たまにご飯もこれに乗って食べたりとかしてます。ちょっと手元がおぼつかなくなるので、スープ系とかを食べるときはやっぱこっちの普通の椅子に座って食べたりしてます。まあでもですね、大は小を兼ねるということで、身長170センチ以上ある方は、まあ、こっちの大きい方を買った方がおすすめじゃないかなと思っています。やっぱり日常、家の中で生活していると、意外とこう運動ってしてないなって感じることも多くて、このバランスボール導入するだけでも、なんとなく運動ができるような気になるので、おすすめかと思います。こちらAmazon で買った75センチのやつなんですけど、よければ Amazon リンク動画の概要欄に貼っておきますので、ご参考いただければと思います。はい、今日はちょっとバランスボールのご紹介でしたね。これを椅子として使って健康になっていい感じにしましょうという感じでした。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、アラフマンでした。よければチャンネル登録、高評価ボタンもお願いします。失礼します。